悪魔の門洞窟、入り口悪魔の門は、ロシアウラジオストクの上方にあるアムール川流域の沿海地方で確認されている洞窟である。別称、チェルトーブボロータ洞窟。チェルトーブボロータは、ロシアの沿海州ダリネゴルスクから約 12km 離れた、シホテアリに山脈に位置するカルスト地形にできた洞窟で、 ルドナヤ川の支流であるクリバヤ川から約35メートル石灰岩の崖を登ったあたりにある。この洞窟は新石器時代の遺跡でもあり、織物の存在を証明する考古学的証拠のうち最も古いもののいくつかがここで発見されている。洞窟は長さ約45メートルの空洞とその奥にあるいくつかの細長い空洞で構成されている。百七十三年に 初めて考古学的な発掘が行われるまでは何度も略奪されている。遺跡からは約600点の石器、骨、貝殻、700点の土器片、700点以上の動物の骨が出土している。また、悪魔の門からは茶緑色の翡翠で作られた厚さ0.6センチメートル、直径5.2センチメートルの翡翠の円盤が出土している。洞窟内からは タヌキ、ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、アナグマ、アカシカ、魚類、軟体動物の貝殻などの遺体が発見されている。7体の人骨が洞窟の中で発見され、そのうちの2体、デボレスゲート1とデボレスゲート2の頭蓋骨を用いて直接年代測定が行われ、紀元前5726年紀元前5622年という結果が得られた。 当初、出度人骨の形態学的調査に基づいて、7体のうち3体は成人男性のもの、2体は成人女性のもの、1体は約12歳から13歳の未成年のもの、1体は約6歳から7歳の小児のものと推定された。しかし、未成年のものと推定された人骨以外の6体について DNA の解析が行われ、形態学的知見により、 成人男性のものと推定されていた3体の人骨のうち2体が実は女性のものでさらに1体の性にも女児だったということが判明した。すなわち今のところ発見された7体の人骨のうち5体が女性、1体が男性、1体が未だに DNA 解析が行われていないかあるいはその結果が発表されていない。マトドナハプログループについては 成人男性1体、男性と誤認された成人女性1体、そして元より成人女性と推定されていた成人女性1体が、ハプログループ d 四メートルに属している。ハプログループ d 四メートルは現在、カラフト島の二部符で多く見られ、日本人、ウリチ人、ユカゲール人、エベン人、エベンキ人、ヤクート人、ドルガン人、モンゴル人、ブリアート人、アルタイ人、 つば人、ウイグル人、キルギス人でもある程度見られる。残る、女児一体、男性と誤認された、成人女性一体、そして元より成人女性と推定されていた、成人女性一体については、マトドナハプログループが先日のハプログループ D4 メートルも、含むハプログループ D4 まで断定できている。ハプログループ D4 は、現在、中央アジア、北東アジア、 アメリカ州の先住民族に広く見られ、特に日本人に多くて多様性に富んだ古い方である。一体の成人男性の Y 染色体ハプログループについては、北東アジアが起源と思われるハプログループ C2M217 に属し、さらに現在のカザフ、モンゴル、シベリア先住民、北アメリカ先住民に多い C2 ビット回6273。 Y6704、Y6708 という一派に属しているという結果が得られた。各 DNA の解析を行ったところ、チェルト・ーブ・ボロータ湿度の2体の人骨は、比較可能なデータのあるすべての人ゲノムのうち、アムール・カワシモ流域に居住する、ツングース系民族のウリチの DNA に最も似ていた。同じくツングース系民族でアムール・カワナカ流域に、 居住する七位、アムール川上流域に居住するオロチョンとも似ているが、遠く離れたタイミル半島のガノさん人、朝鮮半島の朝鮮、韓国人、そして日本列島の日本人とも、同程度遺伝的近似性が見られた。ありがとうございます。